みなさんこんにちは、れいかです。すっごい久しぶりの、というか今年初の投稿になります。久しぶりです。元気でした。実はですね、じゃーん、オーストラリアに行きます。今から出発なんですけど、今は夜の7時、8時ぐらいで、もうすぐ出発です。でケーナがね、生まれて初めての海外旅行です。行ってきます。小さかったので下で足元で寝かすことにしました。爆睡です。ケーナー着きました。初海外、大輝帰り。ちなみにレイカのネイルは蛍光イエロー、蛍光グリーンとイエローの間みたいな。トランジットの国内線の飛行機が2時間半ぐらいで、どうしたの見た。でケーナもずっと寝てくれてたのですごい楽でした。人間っぽくなってた。ケーナ楽しいね。ケーナ、オーストラリアに着きました。今は塗りつぶのところでケアンズっていうところにいます。でフライトをミスしちゃったんですけど、次のフライトにしてもらえるということで待機してます。今チェックインしました。ケーナはお腹空きすぎて朝日本時間の3時半ぐらいに起きたので、お腹空いて今バナナブレッドをボロボロにして食べてます。でなんか着いてめっちゃケーナのところが暑くて、でケーナがなんか体が赤くなってブツブツになってて、何やろうと思って、多分汗もかなと思って、で涼しい服に着替えさせたら治ったよなっていうの一瞬で引きました。じゃあ今から行ってきます。あ、動画、うん、来ました。イエイ、タッチケーキ、イエーイ。今は着いて、まだ、目的地には着いてないんですけど、スーパーに来てます。コールです。はい、こんにちは。で、レイカの好きなネクタリンを、これオーストラリアのならではのネクタリン、またにします。とりあえず3つ買ったけど、今からもっと取りに行く。キエナがめっちゃ気に入ってめっちゃ食べてます。帰りは寝てます。めちゃめちゃ美味しい。日本でさ、このまま食べよう思ったらさ、宮崎行ってバリ高ないやのに。キエナ、キエナ大好きやな、クロックス。ここなんてビーチやったっけ？うわ、意外と波があります。胸ぐらいかな。
綺麗なビーチ来て。お。綺麗な。おお。綺麗な風強いね。私がサーフィンしてる間はずっとビーチで寝てました。こわこわけなけなけなけいな得意げなか。会場の近くのカフェに来てます。今日のドリンクオブザデイ、そう、見て、チアプリンにココナッツヨーグルトとなんかビーガンのやつあったので、綺麗な食べます。あーマジやってしまった。ケナ初めてチアシードのチアプリン食べます。どうぞケナちゃん。こっち来て初めて食べるもんめっちゃ多いねんけど、どうですか？カプチーノめっちゃ美味しい。うーん、美味しいの口やな、それな。地味にケナ揺れてる。早くなった今日はデイ3です。毎日朝と夕方朝にしてるんですけど、朝は結構いい波で、夕方の面白いに行ったらエボシが大量発生するんですけど、ビキニで一生懸命パドルしながら、エボシを受けながらパドルします。で、まだデイ3なので、20日間オーストラリアにアボカ、今はアボカビーチにいて、次はニューキャッスルに行って、最後の最後にゴールドコーストに3日間ぐらいいるので、YouTube いっぱい撮ってアップします。ちょっと次の動画はね、サーフィンの動画もアップしたいなと思います。